はい。さあ、今ね、長野までやってきました。なんとかこっち側もね、雪は降ってますけど、さっきみたいにね、下り坂とは違って、まだ路面が見えてるので、助かりました。いやー、さっきはかなりね、焦りましたね。前回はね、上り坂で焦りましたけど、今回は下り坂の方がかなり焦りました。もうヘッドがこうね、ヘッドの軸のところがこうくねくね動くんで、いやー怖かった、下り坂。まあ先輩もね話してますけど、まあトレーラーのね下り坂の方がね怖いんでね、もうブレーキも不明し、排気も全部切って何度かブレーキちょっと踏んで離して、ちょっと踏んで離してって感じでね、何度か下ってこれましたけど、とりあえず長野の方はまあこんな感じでね、雪も落ち着いてきてますけど、問題はね関東の方大丈夫かな。今のところね、情報は中央道とかそっち方面しかね出てないので、どうかな。まあ次のね、高速ジャンクション、まあ残り3キロですけど、そっち側がどうなっとるかな。まあでもこれで、ね、妙高の上り下りが終わったのでちょっと一安心。あとこっち側はね、雪が少なければちょっとずつ安心が取れるんですけど、どうやろうな。とりあえず中央道だけかな。まあ中央道透明か。上信越は大丈夫そうかな。タイヤ規制、タイヤチェーン規制だけですけど、ノーマルタイヤ通行禁止。じゃあ行けますかね。まあ、とりあえずちょっと落ち着いてるんで、まあよかったよかった。路面がね見えてると本当に安心が、はい、まあ、雪が降ってるってもね、路面だけがこう見えてればちょっと安心できますからね。よいしょ。あとはこっち側の雪はどうかな。ちょっとブレーキ、カーブが怖い。よいしょ。なんとか行けそうですね。まあとりあえず早く高坂サービスエリアに行きたいと思います。では気をつけてね、行きます。いやちょっと安心だ、路面が見えとるって安心だやっぱ下りは怖いよ、下りは怖い。でもあの時ちょうど伊賀におったもんね、何もはい。
うでしょうね。やってきました。上信越自動車道横川サービスエリアまでもうちょっと。ただいまの時刻3時20分。いやー、もう松井田妙義からね、向こう側もう通行止めになっちゃいました。なので運行不可能なので、まあ、横川でねちょっと今日は休もうと思います。運行停止いやー、こんだけね今ここ来るまでもね結構事故がね、単独事故が何件かあって、いやー、もうこれね、こんだけ雪が降ると事故する車も増えちゃいますかね。かなり、まあ、路面がね凍結しとるんかもしれません。まあ、自分はね結構ゆっくりとこう走ってますけど、中にはね結構スピードよく走ってる車もいたので、下手したら路面がね凍結しとる可能性もありますね。いやー、にしても今日は関東で高速道路がもう全滅しかけておるんで、まあどっちみちね下道走ってもね、まあ変わらないので、もうこのまま横川でね
明日の朝まで休んで明日考えましょう。今日は運行終了と行きたいと思います。まああともうちょっとですけどね、ちょっと気を抜かず横川のサービスエリア入っていきたいと思います。ちなみにね、横川のねサービスエリアにはあのスタンドがあるので、まあ、最悪ね、まあ、何日か立ち往生したとしても燃料の方はね、あの心配なく入れれると思うので、まあ、とりあえず明日の朝までらしいんでね、雪明日の朝どうなっとるかちょっとまあ考えましょう。まあ、とりあえずね、お客さんの方にはもうさっきあの電光表示板とかでね、松井田妙義から通行止めってなってたんで、まあ後でちょっと電話して、まあこっから先はね今日はもう行けないので、とりあえず横川にいますっていうことだけ伝えてね、あとは通行止め解除するまでいたいと思います。まあ結局ね、上も通行止めで下降りてもね、事故のリスクが増えるだけなので、まあ安全に行きましょう。というか止まれるかな。トレーラーレーンは開いてない、開いてない。とりあえず除雪のしとるところで止まりましょうか。ちょいとこの辺で止まらせてもらおう。てか見えん、どこに止めていいかわからんぞ。とりあえずここでちょっと休みましょう。休まさせてもらいます。てか、わからん、あまりはまりたくないので雪が少ないところにね、ちょっと今止めさせてもらいました。ちょっとここで休みます。さあ明日どうなってるかお楽しみに。ではね、今回はここまでにしたいと思います。もうあと雪で疲れたので休みます。ではまた。